割とあるじゃん。1回の浮気だったら許せるっていう人もいれば、うん、もう1回の浮気でもダメっていう人もいるし、どっちのタイプ？まあ、隠し、みんなそうか、隠してくれるならあれだけどな、うん、でもなんか逆に私はなんか自分がもし付き合ってる人とかがめっちゃモテてとかだったら、うん、でもその中でも私は付き合っているっていう気分になるかも。なんかモテる、まあ、モテるのちょっとモテるんだってなんかちょっと嬉しくなるかも。でもさ、そういうタイプって逆に違うところでは、うん、あのほらそっちの違う女の子にはあなたが一番の彼女だよって言ってるかもしれないでしょ。そうなった場合は、まあ、なんかそれじゃあ付き合ってるのが私だけで他の人とはなんかただの浮気だったとかなら、まあ、まあなんかその中でも私は付き合っているんだっていうのがあるからまだ保たれるかもしれないけど、全員にその付き合ってる付き合ってる、うん、付き合ってるはさすがに私も無理かな。うん、どこまでが浮気だと思う？難しい。どこだろうな。なんかあったらじゃない？なんかあったらじゃない？手つないだらとか。あ、全然ね、まあな、なんかね、でもね、この職業からさ、割となんかね、同じ職業の人だったりすると、うん、やっぱほら、お芝居とかであったりとか、なんかそういうのとかもあったりするじゃない、なんか。それは仕事だったら、まあそれは。仕事だからあれだけど。じゃあ家に、普通に、うん、じゃあご飯とか食べてて、うん、じゃあ家で飲ん、まあ、コロナ禍とかで結構家でご飯食べたりとかすることって普通に自然と増えると思うんだよ、うん、まあ、世の中的にもね、うん、でじゃあ家で食べるのがもう普通自分の中で普通になって友達呼んで食べるとか、うん、でそのまま泊まっていきます、何もないけど泊まっていくのはどうですか？あ、でも言ってくれたらいいかな。あ、言ってくれ、言ってほしいんだ。うん、そっか。だって言わずに隠していくってことは、うん、何かしらなんかちょっと思ってるって思っちゃう私は。あ、そっか、だから全部言ってくれたらいい、うん、別に2人で飲み行くとかって言われても全然言ってくれたら、うんうんうん、あ、行ってらっしゃいって言えるかな。そうなんだ、うん、じゃあ割とその報告はしたいタイプ？あ、そうだね、うん、今日何してるとか。あ、別にね、なんかその細かくはいいんだけど、うんうん、そうなんか女性と二人きりになるとか、そういう場面では言ってくれてた方が、まあ、信頼感はあるよね。なるほどね、うん、そうそうそうかな。ひなちゃん浮気はどこから？私隠されたらかも。あー、うん、なるほど。それ結構あれかもね、なんか確信ついてる感じがするね。うん、なるほどね。もう隠しちゃったらアウトじゃないって思っちゃう。なんで隠すのって。うん、重いですか結構ひなちゃん？重いかな。重いですか？いや今のも会話だと分かんないけど、どうなのかなって思って、まず基準として連絡とか取りたいタイプなのかなとか。あ、でもじゃあ週に何回会いたいですか？うん、週じゃなくても私全然会わなくていいの。会わなくていいの？うん、それに会わなくていいし、LINE も全然しなくても大丈夫、うん、遅くても大丈夫、返信が。じゃあ何日に何回会いたいですか？1週間だったら週に、でも忙しくなければ会えた方が嬉しいけど、忙しい時は別に全く会わなくても大丈夫。あ、そうなんだ。週に全く会わない日があっても大丈夫かな。月に1回とかでも OK？ 月に1回やりすぎ？月に1回やりすぎかもだけど、うん、でもその分 LINE とかができてたら全然大丈夫かな。なるほどね。あ、そっか、ゲームとか漫画とか没頭するものがあるから、逆になんかすごいしつこい人とかだとダメなのかな。逆になんか何してるのってめっちゃ来るタイプだと無理かも。あー、なるほどね。今こっちやってるのに、うんうん、こっちに返信しなきゃって思っちゃう。うん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 、わかる、わかる。なんかあとね、行動把握されたくないっていうのはちょっとあるかも。あ、そっか、今日何してんのとか。なんかさ、今あるじゃん、その自動追跡アプリみたいなさ。あのさ、ゼンリ。あ、そう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 。あれ入れてる人 いるけど、私多分絶対無理。でも今ってさ、あれさ、友達同士でも入れたりするじゃん。ああいうの OK？ 友達でも嫌だ、把握されたりとか。友達でも嫌だ。わかる、そうだよね、絶対に嫌だ。私も嫌だ。うん、本当に嫌かも。何のために入れてんのって思っちゃう。うん、でも妹とか入れてるな、よくわかんないなって思っちゃう。そっかそっか、まあそうだよね。それぞれ好きなタイプは？好きなタイプ、うん、ひなちゃんどうですか？私はね、でも割と何でも楽しいって思える人がいいかな。自分も結構割といろんなことに興味があるから、うん、同じタイプの人じゃないと、なんて言うんだろうな、なんかほら、これ楽しそうって思っても、え、それつまんなさそうみたいな感じの、その自分の好きなものしか興味がないって人と一緒にいて、人の趣味も、あ、なるほどね、うん、面白くないって思っちゃうかも。一緒に楽しめるタイプがいいんだ。じゃあ職業はどうですか？同じ職業がいいか、
なんか全然違う職業がいいか、この業界の人かってこと、うん、業界の人じゃない方がいいかな。本当に、うん、それでなんかさ、なんか本当本当だよ、俳優さんといてイケメン俳優といてのさ、ここで絶対こうつつくからね出たらね。そうなんだ、うん、え、ここ同じ職業がいい？いやでもね、なんか才能に嫉妬しちゃう気がするな。あー、なんか逆にね、うん、なんかさ、すごいなって思っちゃうかも、うらやましいみたいな。え、でもさ、その分悩みとかがあったら、うん、同じ職業の方がまあ分かり合えるっちゃ分かり合えるのはあるでしょ、まあ、そうだよね、うん、え、でもそういうことって なかったですか、うん、なんか世間からしたらめちゃくちゃ娯楽なんだけど、うん、こっちからしたらなんか一応仕事なんだけど、うん、なんかいいなみたいになっちゃうとか。あるあるある、うん、それこそやっぱ TikTok とかってまあ仕事の一つだったりもするけど、ね、うん、なんか動画投稿してるだけでとかもよく言われたりもするし、うんうんうん、まあ、それこそね、今のこの若い子たちの世代の仕事柄がまだちゃんと世の中に浸透してないから、うんうん、じゃあさ、年上の人とか付き合ったら結構大変そうじゃない、うん、あ、否定されちゃうのかな、どうなんだろう。なるほどね。え、年齢層はどうですか、うん、幅とかは。あ、でも全然割とそこはあんまり気にしないかな。気にしないんだ。逆に年下があんまりかも。あ、そうなんだ、うん、え、じゃあ上何歳までいけますか。ちゃんと考えたことないけど、まあ、20代は OK。 OK、 30、34、5ぐらい。12、3個上とかなんだ、うん、ぐらいかな。なるほどね。どう、私は、うん、私ね、結構全然上でもいけるかも。あ、そうなんだ、うん、好きなタイプが、そもそもその恵比寿吉和さんみたいな人が私結構理想で、うん、なんか自由で、なんていうんだろうな、もうちゃんと趣味も持っててみたいな、うん、で、一人行動もできるし、うん、みたいな、本当になんか思ったままに生きてるみたいな人にめちゃくちゃ憧れるんだけど、うん、だから恵比寿さんが今結婚しなかったらもう全然恵比寿さんに行きたいぐらい。そうなんだ。だからじゃあもう本当上は全然どこまででもって感じ。でもそう、別に年上が好きとかじゃなくて、うん、なんかめっちゃ年上がいいっていうよりも、うん、恵比寿さんでもなんかもう人が良ければ何歳でもいいかなっていう感じ。うん、なるほどね。そう、そっかそっか。逆に嫌いなタイプはどんなタイプですか。嫌いなタイプはまあ、まずありがとうとかが言えない人、うん、感謝、そう、ありがとうとかごめんなさいとかがちゃんと言えない人とか、うんうんうん、あとやっぱ外での態度、店員さんとかそういうなんか接客業の人とかに対しての丁寧さがない人はちょっと無理かな、うんうん、なんかちょっと料理が遅いぐらいとかでなんかまだみたいな感じで言っちゃうタイプの人とかは無理かも。わかる、めっちゃわかる。そう、あとはそれもすごいわかるし、友達の彼氏でいたのがなんか80円の振り込み代を請求してきた人がいて、うん、どういうこと。振り込み、ちょっとこれ、いや、これちょっとこれ私この期限に振り込めないから振り込めお願いしていいって言って、うん、まあ、その人が後で何立て替えといてって言って払ってって頼んだんだって。そしたら振り込み代まで請求されるっていう、80円ぐらいなんだったけど、そのもちろん 本体代プラス振り込み代まで請求されて、ね、はいはいはい、私そこまで請求してくる人嫌だなって思ったの。まあ確かに、あ、まあで、うん、まあそうね、その気持ちもわかるし、まあでも元は払わなくていい出費だったっていう、まあ、まあ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 そうなんだけどね。まあでもそこ難しいね割と、うん、でもまあうん、そんぐらいいいじゃんとも思っちゃう部分もある、うん、確かに確かに確かに。あとね、私結構、うん、なんだろう、人生のやる気に満ち溢れてる人が苦手かも。え、やる気ない人が結構好きかも。え、じゃあもうなんか目標ない人とかがいいってこと。なんていうんだろう、なんか家でも、うん、なんか、うん、1分1秒大切にしても人生パワー、はい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 、パワーパワーで生きるぞみたいな、うん、タイプがちょっと苦手かもね、うん、なるほどね、うん、なんかオンとオフがしっかりしてる人っていうタイプ。あ、そうとも違う。そうかも。あ、でもそうなのかな、うん、なんか、なんていうんだろう、楽に生きようみたいなタイプがいいかも。あー、なるほどね、うん、あ、でもそれはわかるかも。なんか家でも一緒にいてさ、疲れちゃう。そう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 、からずっとなんか、うん、家でもやる気に満ち溢れてるぜみたいな人って疲れるよね。なんか自分のプレッシャーになるかも。
確かに。でもこの職業だからっていうのもあるかもね、外でめちゃくちゃ頑張ってるからさ、家ではやっぱ自分のなんかオフの時間があるじゃん、うんうんうん、そこでやっぱ頑張られると、うん、はあ、自分も頑張んなきゃって思っちゃうから疲れちゃうかも。そうだから、そっか、だからちょっとあれなのかもね、同業者ってなるとどうなんだろうとか、うん、あ、なるほどね、確かに、ことあるのかもね。確かに確かに、うん、そういうことか、うん、そっか。でもひなちゃんのなんか甘えてるとことか想像つかないかも。私あんまり甘えないかも。甘えないんだ、うん、そうなんだ、うん、イエーイとかやんないの？あんまりやんないかも。あ、だからそれこそ私あの駅前とかでイチャついてるカップルとか好きじゃない、うん、改札前でさ、うーんみたいなやってるカップルってこと？そう、外でやることじゃないって思っちゃうから、うん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 、なんか外でそういうことやってくるような人は嫌だ。あー、なるほどね、うん、え、じゃあ何を、じゃどんなイチャイチャをするんですか？どんなイチャイチャ、はい、まあでも普通に付き合ってる、付き合ってるって感じだよ。はあ、うん、でもあんまりなんかその周りの友達の話とかを聞いてると、あ、自分はそこまでなんか甘えるタイプじゃないんだなって思っちゃうかな。なるほどね、ドライなのかな。好きとか言うタイプですか？あ、言う言う。あ、言うんだ。言うけどあんまり言わない。へえ、なんかちゃんと例えば誕生日だったりとか、うん、なんかそういう記念日だったりとか、うん、ちゃんとした時はあれだけど、すごい、ね、なんか好き好き好きみたいなことは言わないかな。あ、そうなんだ、うん、じゃあ1年に何回かしかないんだ、ひなちゃんが好きって言ってもらえるのは。へえ、でもなんかちょっと想像通りかも、うん、え、告白したこととかあるんですか？告白したことは、うん、1回だけある。一回だけある。ひなちゃんが好きになる人ってどんな人？私はね、それ別の学校の人だったんだけど、うん、そう、中学校の頃に、あ、小学校か、別 の、 あのバスケ部、うんうんうん、でいろんなところに試合行ったりするじゃん、そういう部活動って、うんうん、そういう時に一目惚れした人だったんだけど、なんとか一目惚れとかするんだ、そう、うん、友達にあの頼むって言って、あのそう、はい、相手の連絡先を教えてもらって、で告白したんだけど、まさかの彼女持ちだったっていう。なるほどね、そうなんだ。違う学校だからさ、そこまでリサーチできなくて。あー、リサーチ大事だね。そうそうそう。え、その人どんな顔だったんですか？割とね、爽やかな感じ、本当にバスケもすごい上手い人で、うんうん、副キャプテンだったかな。で、身長は割とそこまで高い方ではなかったんだけど、色白で、うわ、なんかもう本当、いいな、色白、うん、なんか恋愛の少女漫画とかに出てくるなんか爽やかキャラって感じのタイプの人だった。なるほど。顔誰に、誰に、なんか何系の人ですか？あんまりね、顔覚えてないんだよね、うん、正直。でも、うん、塩顔だったかな。あ、うん、濃い顔ではなかった。坂口健太郎さん系、多分そっち系だと思う。なるほど。でもちょっと童顔も入ってる感じだったかな。なんか笑ったら可愛いってタイプだったかも、うん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 、だからギャップがあると私結構弱いかもしれない。あ、そうなんだ。バスケめっちゃ真剣で上手いのに笑ったら超可愛いとか。あー、いいね。わかるんじゃない？わかる。私もギャップすごい、ね、いいかも。そうそうそう。いやー、そうね、うん、なんかさ、意外となんか LINE のトップガが砂みたいな、うん、どういうこと？待って LINE なんかすごいこう、なんか、あ、 かっこいい何か、なんだろう、犬の写真とか載せてそうだなみたいな人の、うん、LINE のトップ画が例えば 石とか石のアップとか、なんか、え、何それみたいなのだとちょっと燃えちゃうかも。燃えないけど。別にこれでもここでもいいの、ここでもなんか、そんなの LINE のトップ画にするんですかみたいな。逆にじゃあマイナスになるような LINE のトップ画は何なの？マイナス、うん、え、海とか、なんかな、今あんまいないと思うけど、うん、羽の、一時期さ、羽のところに、あの、自分がこうやって立って羽ついてますみたいに撮る写真あったじゃん。インスタ映えみたいなやつね。ああいうのをあの LINE のトップガにしてる人はちょっと無理かも。なんでちょっとわかるかも。そうそう、なんか海でイエーイみたいなとかちょっと無理かもね、うんうん、あ、そうなんだ、うん、え、でもなんか結構あれなんだね、そのさ、インドアじゃなくてさ、逆なのになんかそっち系、同じ波長合いそうじゃない？だってそういう人たちとの方が。あー、ちょっとなんかイエーイみたいな人ちょっと無理かもしれない。あ、そうなんだ、うん、あ、意外だった。そうね、なんか、うん、チャラい感じの人ちょっと無理かもな、うん、そっかそっか、うん、そ
そうね、あとあれ、うん、あれもちょっとダメかな、 LINE でなんか赤いびっくりマーク使う人、わかるわかるわかる、これなんか多分わかるかな、みんななんかさ、わかる、あれ無理なんだよね、すごい無理、わかるわかる、え、わかるじゃないか、見てる人わかるかな、どうだろう、これとこれ、これ使う人非常に私マイナスですね、うん、そうだね、それはわかるかも、うん、ね、うん、あとさ、絵文字でさ、これなんでなんか古いっていうのかな、そうだね、なんていうんだろう、よく番組とかでもなんかそのおじさん構文とかって言われるようなやつでよく使われるんだよね、それね、わかるわかる、うん、あとそうね、なんか圧がすごいびっくりマークの、わかる、なんかそんな主張しなくていいじゃん、そんな気合い入ってないよみたいな、なんか黒でいいじゃんって思っちゃう、そうそうそう、なんかあの何時に集合しますか、うん、なんかあ明日頑張りましょうびっくりマークぐらいやったらわかるじゃん、うん、でも明日頑張りましょうでこの赤いびっくりマークがついたらそんなに頑張るんですかみたいな、あそんな確かに確かに、圧がすごいよってなるかも、でもそれ割とあれかもね、あのジェネレーションギャップみたいな感じになってくるかも、あそうかも、うん、そうだね、なんかだからね、すっごいなんか、ま、30もう40歳ぐらいの人とかで、うん、なんて言うんだろう、なんか今時に浸りたいっぽい人とかっているじゃん、うんうん、なんて言うの、うん、なんかこういうのとか流行ってんでしょみたいなテンションで喋ってくる人とかいるじゃん、うん、そのテンションで LINE した時にこの赤いびっくりマークだったらなんか逆にちょっと可愛いなって思っちゃうかも、あ確かに、そんなに浸りたくて赤いびっくりマークなんだみたいな、うん、私のお父さんとかもそれ使う、あーそう、うちのお父さんもそうなんだよそうこれとかなんかねとかだけなんか絵文字があるじゃん、ねの絵文字わかる、なんかあのふにふにしたやつ、そうふにふにした、わかるわかる、わかるかな、聞いてる人、なんかめっちゃわかる、そう待って今コメント欄がさびっくりマークだらけだよ、そうこれ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 がね、そうもう、うん、典型的だよね、あそう白のびっくりマークもあるよね、赤以外にさ白いびっくりマーク、ね、そっちだったらまだ許せるかも、あるある、まあ、まだまだね許せるんだけどねわかる、すごいわかるなんでだろうね、なんかね、なんかあと NG な絵文字としてなんか顔文字でさ、こう目もこうやって笑ってて、うん、で口もはぁって笑うやつわかる、なんでどれ、なんかこう、なんかさ、なんか顔のやつで笑いながら泣くみたいなのってよく使うじゃん、あ、はい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 、なんていうんだろうな、わかるわかる、なんかなんかみたいなやつね、なんかこんな、そう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 、うん、はいはい、わかるわかる、黄色のやつなんだけど、うん、で顔がなんか多分ね、ひなちゃんわかると思うんだよね、このさ、なんか唯一絶妙に怖いやつがあるんだよあ、怖いって思って無理なの、あれはこれ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 、あれ違った、なんか目が笑ってるタイプのあるんだけど、あ、分かる、歯が見えてるやつじゃん、そうそう、歯が見えてて、なんか目、なんか、はい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 、目もこの黒いやつなの、なんかもう一つのパターンは、うん、なんかなんて言うんだろうな、わかるよ、ニコニコ、これこれこれ、はいはいはい、はい、こっちこれが、これはまあいいんだけどさ、これね、なんか目もまん丸に見開いて口もこんな感じ、これちょっと無理かも、それもね、私のお父さんよく使う、あやっぱね、スタッフがほとんど使ってるらしいですちょっと若い人と LINE するとき今すぐやめてもらっていいですかいや、わかるな、なんかある絵文字、そういう無理だなみたいな、え、でもね、私ね、割とね、なんかもうそこは結構仕方ないかなって思ってる部分もあるかな、割り切っちゃうの、そうそうそう、割り切れるんだ、やっぱさ、人によってさ、好みが違うじゃん、絵文字とかって、まあ、まあそうだね、私それこそダンベルっていうのがなんか上げてるような絵文字とかをよく使うの、へえ、シュール、そう、なんかそういう変な感じが好きだから、逆にそれが NG の人もいるわけじゃん、なんかなんでそんな変なの使ってくるのみたいな、でもさ、そこまでいったら逆にさ、うん、なんかシュールで面白いと思うんじゃない、あ、かな、うん、なんかそうだね、私割と何でもいいけど、赤いびっくりマークはやっぱちょっとそうだよね、でも親が使ってる分まだいいかも、なんか、うん、まあ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 、スタンプはどうなんですか、スタンプ、 あ、スタンプで